ラジオをお聞きの皆さん、プチョヘンザ、プチョヘンザ。こんばんは。再放送をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。野村です。田向です。梶川です。最終回の前の最終回。最終回前の最終回。総集編の前の最終回。いや今回は本当仲良し、91年組で初めて揃ったな。このスリーショットね、本当貴重ですよ。皆さん91年組でちょっと貴重ですよ。あ、ゲスト紹介しなかった。今回のゲストは我らキャプテン岩尾健選手です。シュースシュースチャレイこのキャプテンシュース。本当はこんな感じなんやけどね。メディアの前で硬いから。いや、そういうことよ。今日はゆるくいきましょう。はい、ゆるくいきましょう。もう最後の、はい、ちょっとなんかその前にご報告が、はい、ご報告がちょっと僕の方から個人的なニュースが、個人的な私事なんですけど、はい、まあ順を追って言いますと2月にまあ席を入れまして、はいはい、まあその発表も、まあ、タイミングがちょっとあれでしたので、まああれがあれであれだったので、まあまあバーッと言いまして、はい、あれに過ぎます。あの11月18日に第1子が生まれました。うわぁ、すみません、おめでとうございます。この場を借りておめでとうございます。ありがとうございます。以上です。しゃくれる1号が生まれたってことですね。はい、今のところしゃくれてます。まんまるです。綺麗な丸です。綺麗な丸です。ブクブクです。時間の問題だ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まあね、この場を借りて、はい、ありがとうございます。じゃあもう時間ないんで、はい、早速行きましょう。もう今回はちょっと質問の量が桁違いだったので、ケン君に対しての、こんな人に聞くことあるかってぐらい本当にすごいんだよ。ちょっともう桁が違うんだよね。ほんと桁が違いすぎてクラブハウスに来て個人的に聞いてってぐらい。確かにマジで本当にこれをね、時間決められた中でやれっていうのも難しい。そう、確かにね。これはちょっと多すぎちゃう。直接聞いたらいいのにってやつ。うん、ただでもやっていきましょう。お願いします。僕は今日回しませんので。いやー、まあ、答えてきます。そのまま中橋91年組でどうにはなるんで、短めに答えてきます。まあ、せっかくこんだけ質問をくれたんで、はい、できるだけ多く、やっぱり多分ケン君の話聞きたい人が多いね。多いっていうか、もうこれがもうね、これもこれ見たら分かると思うけど、いつもと分厚さが違いすぎて、俺の時3枚ぐらいだった。俺の時あれ3枚ぐらいやけど、字でかめやったもんね。ちょうどがもうそれで合わせてくれて。俺毎回やってるの来ないの？早く行こう。はい、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。皆さん、できるだけできるだけ触って、こじくり返していきますんで。はい、はい、じゃあ行こうか。1番というか、質問1、ゴー、頑張れ。いや、俺これ全部読んだら結構長いの。早く読んだ。ラジオネームから言ってね。ラジオネーム、なおなおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。俺です。シーズン2最終回。めっちゃやばい。ハソナ、ハソナ早くなるって。こんな感じで。もう3分経ってシーズン2最終回、寂しい限りですが楽しい放送でした。昨年の第1回目の放送の時、井筒先生とそれぞれのサッカー歴を振り返ったと記憶しています。ケンさんは超監督に見出されたんだと、その話を聞いて知り、超さんありがとう、ケンさんを見つけてくれてと思わずにいられませんでした。そこで2つ質問があります。サッカー人生を振り返ると、やはり超監督が運命の人となるのでしょうか。はい、その湘南の BMW スタジアムで明日戦うこととなります。そこに超監督がいませんが、どんな姿を届けたいと思われますか。 PS 湘南行きます。土曜日も勝ちますよ。勝つっていう前向きな言葉、言霊ってあるからね。本当だよ。全部だから選手の皆さんも前向きな言葉で全部唱えて勝ちに行きましょう。全部読んだ。いや、全部だって伝えたい。まあ確かに。 PS も PS も追伸もね、はい、追伸も。あれじゃあ、はい、要は2つ質問があるわけですね、はい、運命の人となるのか、運命の人となるのでしょうか。ちょっとよくわかんないですけど、まあ張さんのことを言えることがあるとすれば、だから僕らの持ってる能力が100だとしたら、普通の指導者の方は、普通の指導者って言っても語弊がないですけど、まあ、僕の感じるよくいらっしゃる指導者の方は、その100に引き上げる、100までどう持っていくかっていうところをすごい考えるのかなっていう感じに思ってて、はい、で張さんの場合は100を110、120、130って多分もう自分の知らない範疇まで持っていってくれる監督って感じ、はい、勝手にだから その中に、まあ、ちょっと前に出たその騒動の話が関わってくるっていう感じ。だから僕の場合はそれが100、自分の思ってる範囲が100だって思ってて
やってきたけど、結果的に見たらそれがこう110、120に伸びてるのは調査のおかげだなっていうふうに思う。だから100をずっと引き出し続けてくれる指導者だったらここまでにはなれない、はい、だって自分が気づいてないんだ、はい、その先のことは、はい、ってことは言えるかなと思う。そういう意味ではすごい感謝してる、うん、じゃあ運命の人なんですか。それがよくわからない運命の人かどうかと言われたら運命の人かどうかという括りがちょっとまあでも分からないけど、まあそうね、巡る出会いは選べませんからね、はい、感謝ですね。どんな姿を届けたい。これはでも本当個人的な話になっちゃうんでないです。正直チームがやっぱ勝つために、うん、チームがこう助け合ってみたいなことをちょっと僕らの中でねキーワードにしてやってきましたけど、はいはい、まあそれを本当にやるだけなので、僕のなんかね、フルスとか欲求みたいな、悪い意味でも欲みたいな、そういうのはあんまないです。本心でないです。本心でない、本心でないです。まあちょっとこう街ついてみてとかさなんかこ う, そう懐かしいなみたいなのはあるかもしれないけど、その勝ち負けとか試合に関してそこを持っていくかって言われたら全くないです。でフルス初めてじゃないですよね。初めてじゃないし、そういった意味では別にないです。ないですね。はい、はい、じゃあ次。はいはい、でも人が多いんだよ、待ってる人が多いんだよ。そうね、はい、来年も徳島でプレーしてくれますよね。今やめてきますね。やめてきますね。やめてきますね。これは結構センシティブな内容だから。はい、じゃあ次いきます。ラジオネームマドミニさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。これです。クソリースそこしか出ません。読む気ないよ。質問とかさっきも言った、はい次キャプテン切るとかやるんだ。いくよ。いや、はい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 。キャプテンに質問です。両キャプテン、両選手がキャプテンをしている中で一番大切にしていることは何ですか。練習の時髪の毛セットする。欠かさないからね。です次お前ちゃどうですか。これはでもね、やっぱこういろいろこうした方がいいなって思うことはやることかな。選手ミーティングしっかり、あ、何でも行動、そう、何でもやってみる、点を打つ、とにかく打つ、うん、それがなんか気づいたら線になってるっていう言葉があるんだけど、スティーブ・ジョブズが点を打つ、気づけば知らない、コネクティング・ザ・ドッツって絶対知らなくない。俺はね、動画見たことない。いや、だからそうやって感じですね。点点点な、ペッって感じ。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。次、お願いします、野村さん。本当に大事にしてるからね。いや、それだけは本当に大事にしてる。分かってます、分かってます。何番？5番。5番？5番ですけど、あ、もう適当に丸っちゃった。普通にサッカー以外に。あ、でもこれやる。ちょっと気になって。5番、うん。ラジオネーム翔太ママさん。ありがとうございます。下られたりするイメージがないキャプテンですが、一番テンション上がるのはどんな時ですか。まあ、結構移動の時の、まあ、ゲーム大体よくうるさいの。移動の時はゲームしてない。俺はしてないです。本読んでます。大体家帰ってからよくなんかね、うん、なんかでもたまにうわーになりますよね。え、全然なるよ俺普通。結構ねふざけてますよ。ふざけてるよ、ね、マジ。サポーターの皆さん本当寡黙なイメージありますよね。全然そうじゃないから。マジで。だって俺も元々のイメージはふざけてる。だってあの水戸で一番最初の時はふざけてる。多分今こうね、なんか自覚とかがね、こう共にこうなんか責任感とかで多分こうなっちゃってるけど。なっちゃってる。本当はそうじゃないから。終わり。次。喋りました。そのようです。見た感じそうすもんね。全然、まあ、でも一番テンション上がるときっていつなんですか。一番テンション、サッカーで一番テンション上がるとき、全然テンション上がってるよいつも。子供の成長とか、もうそれできるようになったのかみたいな、そういうのはない。そういうのはないですね。なんかゲームしてるときかな、みんなで、うん、やっぱそうなんですよ。荒野行動してるときじゃない、みんなで。一番だよ。だってやる気ナンバーワンやん。そうや、ほぼやろう、招集するから。やろうって言ってるのはほぼケン君だから。あ、そう、見しちゃいない LINE をほとんど。グループの言い出すのね。言い出すの。みんな今度ね、なんか隙があればインスタとかにちょっとねサクッと上げちゃったりとか。確かに確かに、しましょうか。やってる姿をね、はしゃいでるケン君も、はい、願います。あるか。じゃあ行きましょう。ラジオネームケンさん、質問さん、ケンさんに関して一番の疑問、
それはなぜ徳島にいてくれるのか。住みやすいんじゃん。飯うまいやろでも飯うまいどうなったんこれ。ケン君どんな感じ、なんでケン君いてくれるんだろう。あ、逆に周りが考えるパターン、うん、俺ごめん、何すません知らねえよ。なんで徳島だ知らねえよ。めちゃくちゃ違う。結構今ナイスパスだったけど金でしょって言うかと思ったんだけど。なんかいや、さらっといかんでよ。俺があれみたいじゃん。それだって金でしょ。いやいや、それ俺は知らんけど。価値は金だよ。いや、違う。やめてよ。タムはそうです。違います。どうですか、ケン君。いやこれはでももう話は長くなります。長い長い。ただあるよっていうことだけちゃんと、その理由が、うん、なんか県知事狙ってるっぽいっす。狙ってない狙ってない。これ社長って聞いたんだけど。いや狙ってない。だいたいその辺を目指してどうすんの。目指して生活してます。今ね順次こう積み上げてるから周り固めてきてるから。そんなことない。固まってきましたね。感じる。喋ってます大丈夫ですか。いやいい、俺は大丈夫。でもあ、まああるよ。まああるけどってことだね。まあ、その自分のあるけど自分のだね。信念と考えてることと人生一回きりなんでね。はい。まあそういったところでいろいろ考えてますよっていうことです。揺らぎはするんですか。何が徳島に出るか。はい。揺らぐというか、いや他になんかこうもっと簡単に言うと生きがいじゃないけど、はい、ってものがあるならば。もしかしたらそっちに惹かれたらそっちに行くことあるかもしれない。で、もう今はもう今徳島でやれることは生きがいあるって思ってるから、ね、はい、うん、だからお金じゃない。お金じゃない。家事とは違うってことか。いや、お金も大事だよ。お金は後付けだから。後付けです、うん、はい、行ったらダメ、はい、行ったらダメ、はい、じゃあ次何番11、うん、ラジオネームバクスタ最前列さん、ありがとうございます。カジさん、ゲストさん、そしてありがとうございます。いやまだまだ言ってる途中。もうカジさん、ゲストさん、そしてボルティスにとってキャプテン岩尾はどのような存在ですか。皆さんも岩尾ハラスメントを受けているのでしょうか。まあ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 結構受けてるな。受けてないでしょ絶対。はい、僕は受けてないな。僕らが言ってきますか、はい、どのような存在ですか。カジケン君、うん、ケン君の存在、これでもなんか、いや、正直言っていいですか。正直言ってください、ああそうなんで。なんかもう湘南のイメージ強すぎて、ここではちょっとキャプテン感あるんですけど、あんまりそんな感じじゃないのかな。いやでもプレーとかそういう、なんていうんですか、キャプテンシップはもちろん頼りになる、うん、なりますけど、なんか、じゃがりこ食ってた今は。じゃがりこって僕んちゃ遊んでたよ。お前結構俺のこと下げすんでるもん。だからせいや君には、うん、いや、せいや君だよ。せいや君もせいや君で、カジに、おガジと言うと、パッみたいな感じだけど、うん、俺に関しては、ちょっと今から岩を送るんで、みたいな。ちょ、待っていてください。せいや君、ちょ、待ってください。今から岩を送る。それマジ根に持ってるんですよね。根に持ってる。まあ、カジの中の序列としては、せいやさん、ケン君、カジだから、うん。っていう感じ。そうそうそう。で、そのせいやさんとカジがズブズブだから、うん、そう、まあ、っていうことやね。俺とせいや君のここもすごい空いてんのだから、うんうん、一つしか考えない一つしか考えない。分かる分かる。違うんですよ、尊敬しますよ。いやいやだからいいこれは毎回言うけどマジリスペクトマジリスペクト。顔赤いで多分してます。嘘つくと顔赤くなるから。そう、嘘つくと顔赤マジリスペクト。まあでもないんだよね、あんまね、正直ね。まあだからいい意味で、いい意味です。いいね、近いというか、なんていうか、まあ何でも言えるというか、ね、相談しやすいし、どうぞ。何ですか、ね、俺、うん、俺はまあ、新しい生き物に会ったんだけど。まあまあまあ、まあでも、なんとなく自分がイメージすることと似てるようなことは多い気がする。あ、ただちょっとそれをさらにちょっと言ってる感じ。もう一個、うん、ちょっと鳥肌立つ。そういう感じ。俺の知ってる岩は違ったんだよ。そうね、うん、そこで言うとそうだよね、多分ね。成長したんですよね、多分。成長した、徳島に来ていろんなことを感じて、経験して。それは俺も思う、マジ見た時も違う。いやでもまあ、しっかりしてるっていうか、まあ、自分の芯みたいなのはすごい持ってる人だったけど、だキャプテンやってたわけでもないし、うん、そのなんかすごいこう、みんなを先頭に立って引っ張っていくっていうか、そういう
タイプっていうか人前でそんな喋る機会もそほとんどなかったね。だからそういう感じはなかったから、だからあれ岩尾どうしたみたいなみんな岩尾って言うんだだからいい意味で距離感近いし、近い時もあるし、こうしっかりしてるこの皆さんが思ってる岩尾っていう時もあるし、うん、だからなんかそれがすごく、なんだろう、俺ら選手からしてみたらすごいやりやすいっていうか、こうなんだ、俺らも意見言いやすいし、俺のターンで次行こう、ターンエンド早かったな、俺のターン。じゃだって待ってる人いっぱいいるんだもん。そうだよ、ターンエンドしたけど、どれ聞こう全然決めてなかったよ。いや、これちょっと見た時ですら俺、古谷圭介さんよりは喋れると思ってたけど、うん、俺、その時に俺選手会って言ったけど、うん、俺も船君より喋れると思ったふだくん聞いてねえかな。そんないじられキャラなんですか。仲いい。あ、そうなんですか。めちゃめちゃいい人ですよ。めちゃめちゃいい人。感情ないけどね、あの人。感情ない。あ、そうなんですか。笑ったりできないから似合って笑うけど人の悪口を言うことがマジでね、喜怒哀楽がない。ない。でもよく言ってたもん、ふだくん感情どこに置いてきたんですかあろわーって言ってたけど、いや、見た話になってる。いや、だから探しらで繋いでるんですよ。ああ、そう。これは行きましょう。はい、どれ何番。この21番で、ラジオネーム、これでも厳選しました面白いラジオネーム、ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。今日はキャプテンの質問ということで、ボルティス選手は岩尾選手をはじめ皆様ともかっこいいなと思うのですが、かっこいいってどんなことだと思いますか。その基準で見るとき一番かっこいいと感じるチームメイトは誰ですか。あと素敵だなと感じるのはどんな女性ですか。あら、サッカーには関係のない質問ですね。失礼しましたそれで待ってました。でも一回サッカーからこっち離れて、はい、岩尾っていうこう人間をね、うん、結構はね、やめとこう何あぶねあぶね、何ポロッと出そうやったよそれ待ってるよ、ね、多分まあ嘘か本当か分かんないっす。そう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 、そういう回ですね。そういう回でいいタイトルだな。かっこいいってどんなことか。でもノブも最近読んだじゃない、稲森和夫さん、京セラのにも書いてあるやつなんだけど、ちょっと引用するけど、なんかそのヘリに乗ってると自分は、うん、でそのヘリはヘリだからウェイト分だけど、うん、そのヘリは自動じゃなくて自分で漕いでる、うん、だから自分漕ぐのをやめてしまったらヘリは落ちるよ、うん、そういう人生じゃダメだ、うん、だから人が生まれたからには世の中とか社会が良くなるためにそれを漕ぎ続けなきゃいけないんだよって思ってるみたいなの書いてあって、いやそうだなと。なんかこう、まあ楽して生きられるじゃん、正直セーフティーライフじゃん、雇われてさ、老後面倒見てくれるわけじゃん、国がって時に、それに甘んじてじゃないけど、まあそれを良しとして生きていくのか、それともなんかもっと近場でもいいし、それこそ近くのコミュニティ、家族なのか、クラブなのか、会社なのか、わかんないけど、コミュニティの中に絶対人間属してるから、そのコミュニティが良くなるために、そのもっとできることがあるって、なんか探して、そういう工夫して、こうやって漕いでる人はかっこいいなと思う。じゃあ稲森和夫さんがかっこいいってことですか。稲森和夫さんかっこよすぎでしょ、うん、その基準で見るとき一番かっこいいと感じるチームって何ですかその人は結構すごいっていうか、だから次元が違うからね。ちょっと基準、この基準だとちょっと考え方の話、ね、考え方の話、うんうん、でその JAL を再生させたらかっこいいなってそういうこと言ってるんじゃない。でもそれ、近い人とかいます、なんかそれ。いや、ノブは近いと思うよ、本当に。それこそ自分がいいように生きていくっていうよりは、なんかこう、周りが良くて初めて自分も良くなっていくみたいな考え方の人だから。いや、本当はそうじゃないかもしれない嘘もんだからね。だから、いずつりきゃよ、だって社会が豊かになれば、俺の生活も豊かになるって飛び出してた人間だからすごいね。あいつは何なんですか。だから俺は社会を豊かにしていますって言って出てったから。だからそういう人ってさ、なんかこうやることあるじゃん、やっぱ自分の中にこうちゃんと、うん、で仕事なんだけど忙しいんだけど、それをなんかこう苦だと思ってないっていうか、いや充実してますって言えるみたいな、うん、そこのかっこよさの定義あるよね。だから金で動くお前はかっこよくない。カジカメ見ました冗談だけど、冗談だけど、もうちょっと否定してください
や、でも少ないんだよね、それが結構。いやいや、だって考えてないですもん。でしょ漠然と考えることしか考えない。考えろとは思わないけど、それで考えた方がいいよとは言わないけど、かっこいいの定義はそこにあります。以上です。聞いちゃったでもさ、かっこよくなかった。稲森さんかっこよくない？かっこいいですよ。かっこいいよね。っていうかもうどんどん惹かれていくね、生き方が。どんどん読みたい読みたいと思って一個読ましてもらったけど、あれも良かったです、ね、そうですね、大丈夫。読むんじゃなかった。ここの検索の違いとかすごくいい本でした。ぜひ読んでもらいたいです。これ聞いちゃって次の質問何も書けないと、まあ、素敵な女性の話は、まあ、また改めて、はい、直接そこが一番長くなるんですいませんそこが一番短そうなんだ。どれですか？どれです？全然聞いちゃった今話聞いちゃった。俺探してたの。リスナーになるんだよ。探してたの何で。まあ、あと1個か2個ぐらいかな。あ、そう。俺ちょっとケン君以外も聞きたいですよ。あ、いいよ。そうじゃん。あのパンダさん、ラジオネームパンダさん、ありがとうございます。ナンバー24番。24番。岩尾選手はいつも冷静にプレーしてますが、緊張することってあるんですか？これ前もやったと思うんですけど、はい、タムとかノード緊張するのかなって。僕はあんまり緊張しないです。だろうね。なんで？やることが明確だから。ああ、それもプレー。だからその何に緊張するかっていうのは、なんか自分がやることに対しては緊張しないですけど、うん、相手がどう出てくるかっていうことに対しての緊張感みたいなのは。ああ、なるほどなるほど。自分に対しては自分はもう準備できてるんで大丈夫ですって感じ。でも相手もさ、だって分かんないじゃん。そ、常に分かんないじゃん。変わるし。分かんない。でも緊張しない。緊張しない。それよりもなんか雰囲気とかの方に、うわ盛り上がってるわみたいな感じ。あ、ワクワク楽しめる。ああ、そっち系が。なるほどね。でも PK だけは本当に苦手なんで。PK だけはもう本当もう緊張とかじゃなくて、もう緊張じゃなんかね、外したことがあって、それがトラウマで。もう PK だけは蹴れない。それ明日乗り越えなきゃいけないんじゃないの村君。いやいや、もうすぐ渡します取ったら頼むっつってVR だからね。いや俺は持たしてももらえない。タマやめて。うん、PK 取ってもでもすぐ俺のところにボールは多分ない。いやそこにあってもタマ触らないといけない。触らない。逃げる。だいぶ持ってって。そうタマ緊張する？めちゃくちゃ緊張する。え、するの？するの？え、意外？意外。あんまそういう感じじゃないと思う。そうそう、俺毎試合緊張してる。言うたらもうなんか別にプレーオフだからとかじゃなくてリーグ戦だからとか別に関係ない。一試合一試合毎回毎回。それもう水戸時代から変わんない。ずっと何試合しようがもう何試合連続で試合出てても変わんない。へえ。まあウッチーがちなみに結構追いつしてます。自分に緊張するよ ね。あとチャンさんもね。チャンさんも。そうなの。そう、チャンさんもおいおいさん試合前のミーティングよ。リガが話してるのブンとか言ってた。これ前の汚っ。何言うの。ごめんごめん。何歳やマジで。そこまではないけどね。これダメなんだよね。あとポジションとかもあるんじゃない、多少は。後ろはちょっと分かんないけど結構、まあだから相手基本的には結構リアクションじゃん、うん、ディフェンスって、うん、だから相手のさ、うん、だ俺とかだったらサイドだからさ、うん、サイドバックとかやってたらさ、相手の左サイドハンドとかさ、めちゃくちゃドリブルすごいやつがいっぱいいるんだよ、うんうん、だからそういうのを前日からこうなんかイメージして想定したりすると緊張する。めちゃくちゃ始まって本当に、だからもう始まって5分10分経って初めてこう溶けてくる。やっぱ嫌なの、ドリブルしてくるようなやつは。いや、嫌っていうか、いやまあ別にすごい嫌ってわけじゃないけど、だそれが緊張にはつながる、うん、やっぱりだから、うん、やられたくないし、だから、まあ、そういうところですごいいろいろイメトレするじゃん、うん、ちょっとこうやらこう結構やられる。やられるイメージやられる。あれも大変なんです。でも大体それよりは下回ってるから、うん、大きめにイメージ。そうそうそう、大きめにイメージしてる。いや、なんとかな。ケン君は、まあ、してたけど、俺はしてたけど今しなくなった。うん、何飲むと見たらないですか。そうね、今、まあ、そうね。だって舞うって言ってましたもんね。そう、俺も舞う。俺も舞うわ、スポットライトの中で。一回、今年の山口戦ぐらいだったね、あの辺もね。お前何緊張してるんだよ、なんか何恐れてんだよ。そんなさ、夜にナイターにさ、つけてくれてさ、ピッチだけさ、あんなバーン照らされてさ、踊れよっつって。踊れよって言われて。
く踊れないよ。あれ、あの真剣に言ってたけど結構ふざけたコメントだね。俺でもちょっとぐさってきましょう。あ、そう次あ、次やる次やる。ラストかな、ラストラストだった。うん、探したけど、はい、うん、どうだろう。ないんかい。いや、なんか試合前の心境を聞かせくださいとか。あ、まあ、明日試合っていうあれなんで、今シーズンラストマッチチームに。ああ、どのシーズンで一番しんどかったこととか良かったこと、思い出深い印象的なこととか。どっちにしようか。どっち、なんでもいいっす。伝えたいこと、チームに伝えたいことにしようよ。ああ、確かに、まとめみたいな。まあ、1年のまとめみたいな感じ。ああ、だこれ、これもくっつけて、はい、こう、今シーズンしんどかったこととか、良かったこと、思い出深い印象的な出来事とか。はい。で、福桃さんのでいいの。福桃さんのと、あの、徳島太郎さんの、うん、今シーズンラストマッチです、チームメイトにどんなこと伝えたいですかっていうのを、まあ、2つ一緒に。さかなクンさんも試合前の心境を聞かせてください。はい。まあ、大体そんな感じ。振り返ってて感じですか、最初は。しんどかったのはね、もう最初の方がしんどかったからね。しんどかったですか。自分だって、自分たちが何に向かってってのか分かんないじゃん。これなんか、最初の段階で J1 昇格目標に言うじゃん。はい。歌うじゃん。はい。でもさ、遠すぎるじゃん、その時点で。ってなると、その試合、例えば1節、2節、3節とかで J1 昇格のためにちっちゃいやるぞってなるかって言ったら絶対ならないじゃん、うん、だから、そこの近場の目標がないとなんかブレちゃうよね、うん、各々の動機でやる感じになるじゃん、うん、それでうまくいかないときに、まあその各々の動機でやってるから、いや、なんか自分勝手に見えてきちゃって、うん、みたいな、で、なんか負の連鎖で、うん、っていうのがあったなって思う。これでも別に今年だけじゃなくて結構課題じゃない、どこ行っても。そうですね、うん、そこら辺がしんどかったけど、目標欲しいですよね、うん、大きい目標とちっちゃい目標が、やっぱチームのためにやるっていうさ、飲むとかすごい言ってくれてるけど、だからそういう人がバイスもそうだし多いじゃん、この今年に関して。私はそうですね、うん、だからそこが一番あれじゃない、チームの財産じゃない。俺がなんかいくらチームでやろうよって言ったとしても、俺だけが言ってることなんてそんなに対して大きくないけど、それにこう掛け算してくれて、いや、そうだよ、それが大事だよっていうのをちゃんとプレーも含めて示せるっていう人が多いっていうのが、リュウジョンのバイスもそうだし、はい、途中から、タント君だから今回チャンスもらって、今回って言ったらちょっと前にチャンスもらって、その応援できたりとかさ、途中の選手がさ、はい、推しとかもあのストレスあるだろうけど、チームのためにあの時間に出てきて、あの助けてプレー何個もしてとかってできるのは、やっぱこう1年間そのチームのためにやるっていうのが、1年間じゃなかったけど、途中からやっぱそこもはっきりしたっていうところが、はい、良かったとこじゃない、やっぱりって思います。チームありがとうございます。はい、分かんないけどって思ってる俺は。ラストマッチなんで、チームメイトに伝えたい、どんどん伝えたいですか。これはね、でも、まあ、取り巻く環境絶対もう変わるんで、最後メディアだったりとか、はい、まあ、観客だったりアウェーだったり、はい、絶対なんか普段と違うことが俺らの関係ないところで出てくるんだけど、それで普段と違えなってなっちゃうと、プレーも普段と違え感じになっちゃうから、うん、でもそこだけなんかこの 100×68m のピッチ内でやってきたこと、今までやってきたことをそのまんまやればいい、別に。ただあの入れ替え戦がある、ここで J1、はい、勝てば J1 だみたいなことを思うよりも、普通にあの用意されたプランをしっかり遂行する、はい、そうじゃないことが起きたらそれをみんなで話し合って修正してゲームするっていうところに90分間できれば、それはもう結果はなんだろう、あの天命を待つだけだから、勝ってるかもしれないんじゃない、はい、っていう、まあ、いつも通りやれってことですね。いつも通りやれってことです。シーズンラストマッチですけど、はい、健太君も言ってましたけど、ルヴァン取った時に変わったことが何一つなかったよ、ではいつも通りやるっていう、いつも通りのことがいつも通りできなくなるし、はい、いつも通りできない環境になっちゃうから、はい、作られるから外に、それに惑わされるとき、ありがとうございます健太君。最後に健太君に、健太君ありがとうございます。大事です、いつも通りやりましょうよ、いつも通り、うん、一時でもしょうがないし、いいっすか。はい、こちらからは以上です。そんな感じの総括でいいっすか。いいんじゃないですか。いいっすか。ありがとうございます。質問、はい、たくさん、本当たくさんあるんですけど、できる多すぎ多すぎってちょっと怒ってるよ。マジで俺の時髪切れ3枚やったけど。今やったら多いよ多分。確かに今やったら多い。だってこれ4年間でこの厚みだから。ああ、そうそう、まあ、でもだいぶ削除されたんですよね。
うんうんって喋れないから最終回、はい、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。